皆さんこんにちは、こんばんは。いつもご視聴ありがとうございます。福士谷ライディングメソッドライテクを学ぼうの小川です。これからバイクに乗りたいと思う方へ、この動画が少しでも参考になれば嬉しいです。第22回は絶対に転ばない足つき U ターンです。 U ターンはね、なるべくしたくないと思うんですけど、ちょっとしたコツで慣れてくるとできるようになるので、いざという時のためにちょっとコツを覚えておいていただけるといいと思います。まあ街中ではそんなすることないんだけど、釣りに行った時とかって、はい、あ、今のところ止まればよかったなとか、はいはい、まあ、通り過ぎちゃうことあるじゃないですか。あります。そうするとね、 U ターンしたいなと思うんだけど、まあ、U ターン苦手なんですよ。苦手ですよね。僕もできればしたくないです。でもちろんツーリングとか行って、 あそこ止まればよかったなっていうところでやっぱ戻りたくなるんで。ですよね。そういう時、 まず一番は U ターンできる場所まで行く。やっぱり周りの車とかいますもんね。絶対 U ターンできないようなシチュエーションもあるじゃないですか。その足場が悪かったりとか、 あとは上り坂。お、上り坂。上り坂はもう危険なので、 U ターンってやっぱり曲がる方向のイン側の足をついてやると思うんですけど、上り坂だと、ね、僕もちっちゃいからあれですけど、イン側の足が絶対つかなくなるんで。本当は足つかずにくるっとなんか上手い人やってるんだけど、はい、正直あれできるようになる気がしないんですよね。気がしないですよね、はい、気がしないです。そう、なんで無理して1回で回ろうとせず、今回やりたいのは本当にちょっとずつ動いて、ちょっとずつ足をついて確実に曲がるっていう方法をやってみたいなと。悪くないですか。格好悪いかもしれないですけど、もう安全に絶対転ばない方がいいんで、バイクをきちんとフルロックにしたりとか、足がちゃんとつくように右側に腰をずらしたりとか、やっぱね、両足ツンツンでいくと、もうどっちかになんかフラフラ常にしてるので、あとやっぱ車体が立ってると半径がどんどん大きくなっていっちゃうんで、アクセルも開けないので、ハンクラッチで進む力だけを利用して、そうするともうクラッチ切れば止まるぐらいの速度なので、やっぱりね、一番立ちこぎの危険があるのってブレーキ操作だと思うので、はいはい、ブレーキかけた瞬間にフラッてくると、もうそれだけで安定しなくて倒れちゃうので、まずはちゃんと足をついてやりつつ、その足をつく感覚をちょっとずつ広くしていって、まあ、理想は最終的には足をつかずに曲がるようになるっていうのをやれるといいかな。あと U ターンって、半分まで行ったところで90度以上曲がってなかったら、その先絶対失敗するので、そこで、曲がってないのにさらに行こうとしないことも一個のコツかなと思います。
まあ、あんまね積極的に U ターンってそんなするもんじゃないので難しいですけど、もうどうしても しなきゃいけないシチュエーションも多分来たりするので、その時のためにちょっとコツを知っておいてもらえるといいかなと思います。